どうも、そらです。ラムランやっていきます。ちょっと待ってよ、マジでわからんぞ。とにかくちょっと一旦巨人レイド行くか。巨人レイドはなんか指をさすのたらかんだ。指さしてるやつ人おったもんね。たださ、アヌンナキっていうのありまして、こいつやろ、指さすって。は？なんでこいつこんな硬いの？なんでこの粒こんな硬いの？え、なんで？は？破壊しろ。うわ！は？なに？ここ。ちょっと待って待って、あ、よかったよかったよかった、届けた届けた。何？びっくりした。あ、そういうのもあるんや。え、ちょっと待って、だから何みたいな感じにはなってしまったけど、ちょっと待って、びっくりした。え、じゃあもしかしてこれ、あのカチカチ寄ったところって、カチカチ寄ったところでも入れるかどうか試してみるべきなのか。ただちょっと待って、ほんまにこれやったとこで何に影響が出たんや。でも一旦じゃあ戻るか、あ、戻るかっつうか、でも戻るか。女神の塔、女神の塔ぐらいしか多分なんかないよな、変わったとこで。あれ、あ、じゃあ痛い痛い、なんかあそこめっちゃ水溜まっとるけど、ちょ痛いねん。落ち着け落ち着け落ち着け、ワンワン。あれが水が溜まったことでなんか壊せるようになるとか、そんなことないな。大丈夫、ここに住んどる人大丈夫。え、結局なんなんすか。ちょっとあれな、次ここ探すか。針の中に佇む孤独な蛇、巨人の隠したプログラム。あ、ちょっと待って、それってさ、わ、やべ、消してもうた。あれやあれあれあれ、あの灼熱洞窟のさ、多分まだ入れてない場所、あそこがなんかここから入れる場所は一つだけじゃないみたいな回答だった時に、その全体マップがあったと思うので、まあ見に行こう。多分これなんやな。あのほら、これのさ、左上のところは蛇が書いてあるんやな。ちょっと一旦これもう一回登録しよう。多分登録した方が見えやすいはず。こう、これ左上のが蛇やけん。多分ここのことなんじゃないんかな。だってここに行けんかったら解決せんと思う。でもこれってゲートに入ってこない関係。ふっ、まあし、むずっ。いや、まあちょっと待って、やばいな。ちょっと一旦自分の中で情報を整理して、またちょっと探索開始するか。また今ちょっと目的を見失いつつあるし、とにかく今の目標としては女神の塔を登りたいってこと。よし、ちょっとそれを目標にちょっと頑張ろうか。あれ、ちょっと待って、今お父さんおらんかった？右上歩いて行ったよな、おとん。俺もそっち行きたいんやけど、マジなんなん。どうやって行ったかの、そのなんていうの、はしごとかかけたいんやから、それを残したまましといてよ。セーブの心に取っとかんで。今何をやった？これ何の絵？ちょっと待って、めっちゃ書いてあるやん、頭捧げるところ。ちょ、行こう行こう行こう。なるほど、この下で捧げたらビヤーン。
構あれやな、なんか斧より鞭の方がなんか強くなってるのよくわからんけど。よし、じゃあここちょっとセッティングしよう。これサイズ感的にどうなん、顔ちっちゃくないすごく。ほい、あれ、あ、ここ乗れるんだ。よいしょ、じゃあどうぞ。あ、意外と大きかったね。あれ、ちょっと待って、今さ、このドクロ消えたってことは聖母の祠のドクロあったところ回れるんじゃない。ちょっとよし、ええわ、一旦女神の塔はほったらかしにして、ちょっと聖母の祠がいろいろ解禁したかもしれない、そっち行こう。あれ消えた、あのドクロの塊みたいな、あんまり、あ、消えとるわ。熱い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 、あなた熱い。オッケーオッケー、じゃあちょっとどうしようかな、上の方から戻りつつやるか。なんか最初の方って結構あったよな、ね、いて、待ってよ、ここは結構弾が多いけどな、弾出すやつ。じゃあちょっと戻っていく、戻っていく、あの無限回路から、あ、あ、ほんまになくなってるわ、骸骨がかなり量が半端ない。え？消えた。8つの玉チシが見張るち、あい。体力がいくつあっても持たんかもしれん。まあ、ここはあれやな、多分印4の印が必要な。あ、そっか。ってことはこっちのあの即、え？多分これ行ったとしてもあれ宝箱が開いてないけど意味ないんだ。え、しかもちょっと待って、なんかあの変な柱みたいにずっと刺さってない、ダメ。今度はさっき左行こう、確かなんか左が宝箱あったよな、うつつちの子が俺と一緒のところ、そこ行こう。よし、これでいけるでしょ、オッケー。土の子元気出せ、元気出せ、ちょっ、待て待て待て、元気出して、オッケー、よし。じゃあ、はい、賢者は選ばれし者にのみ道を示す、その奥にあるものは大いなる魂、はあ、でここさっきとのくさびやろ、はい、でこれ下どうやっていく、はい、これで宝箱が開く。ちょっと待って、なんか色おかしいけど、それ近寄れる俺、大丈夫、いた、今親父おったぞ、あれさっきもおったんかな、全然気づかなかったけど、よし、やっと戻ってきた。ただこれさ、せっかく解いたのに乗らへんっていうのはなんか納得できんな。なんやろ、なんか特別な印がなかったら乗らへんってことか、もどかしい。竜の骨収めたけど、正直ほとんど意味がないよっていう。あれ、ここだけ音違う。 B のくさび、あー、ちょっと待って、なんやろこれ、ちょっと一個思い出したんですよね、リングがついたことで武器投げるのが上手くなるって、なんかほら、双子の兄弟の光ちょっと届きすぎやでって言ったのを自分で言うたにもかかわらずめちゃくちゃ大事なところを忘れとって、滅びの塔のここ
この妖精っぽい人たちの上二人が当たらんかったんですよね、前まで。今だったら当たるんじゃないっていう。二体同時に倒したの。ほら。あ、外した。外した。なんかこれ、心ちょっと痛むよね。え？俺ただただ嫌なことしただけやん。これのさ、これを螺旋状に登っていくわけでもない、なんか。なんかこの鉄柱、ちょっと待って。あ、これはしごなん？いや、ふざけすぎやろ。いやいやいや、なんで途中までってか、ここにもあるけど。あ、じゃああれか、これ。右も左も登れる。おーい！マジ舐めてやがる。青葉食うやけど。まあ、これで、いや、よかったよかった。じゃあ、いや、上行けるんやったらええよ。なんやねん。あ、ほんまやん。めっちゃ、てか、ここあれか。ここの位置的に、あの、巨人墓場と月光聖殿繋いどるとこの札か、ここ。あそこの石碑を見たいけどな。これ途中から降りるにはどうしたらいい？ここで行くしかない。おわ！いて！ああ！ああ！オッケー！よし。空飛ぶ鉄の塊の模型。それは第6の子が作り出した空飛ぶ機械。黄金の鍵を持てば動き始める。あ、黄金の鍵か。黄金の鍵って確かあの灼熱洞窟から入れる死滅の火の奥の方におった住人もなんか黄金の鍵はどうのこうの。黄金の鍵もじゃあどっか手に入るのか。あそこの壺は別になんか特別なことないやろ。いやどうなんやろ。一応見れるんだと見といた方がいいけど結構リスキーやけど、先に探索しよう。はい、ライドオン。右上の四角、四角ってここ怪しい。いや、なんもないんや。え、ほんまに？ちょっと手裏剣とか投げてみる、試しに。ないな。てか、すごいな、リング。あの、明らかに手裏剣の速度が速い。これどうやろう、ここ鍵妖精出したいな、出せるんやったら。君は武器妖精です。危ねえ。あおう！いや、敵の復活が早すぎる、ここマジで。ちょっと、あれか、鍵寄せ出るまで粘るか。違う、君、武器、あぶあダメだったもうやば、武器寄せ連れて歩くか。この人な、その時に選んでるサブウェポン投げてくれるんやけど、無人島に。あの、天罰の目があるとこで殺されたら、マジで、正直、もう一人の敵になってしまう。あっ久しぶりやな、この床仕掛けの。お金か。いや、もうありがたい、ありがたい。よっしゃ、よっしゃ。あとお金溜まってきとる。ここ何？水が流れそうな穴が開いている。なるほど。あ、じゃあ、ここになんか水が流れてきて、溜まるんかな。どうしよう。さっきに、地図的に、左の方がエリア数少ないけど、さっき左行くか。ここ何？あ、ちょっと待って。あの三角なんかどっかで見たことあるぞ。何回も石碑に書いてなかった、あの三角。いた。あ、ここもか。塔を登るんだったら振り向くなって言ったやつ。ちょっと待ってよ。とりあえずあのイエローデビルみたいなのやっつけて。これは読めないです。これ図形の下に真実の目と書かれてる。ああ、青バックをなんか真実の目で見ろとかってさっきあったやつか。ちょっと待って、これ記録しとったっけ。違う、取ってないか。これはもうこの間まで解決したんかな。ただあれやった後に気づいたみたいな。左上にも同じようなマークあったんやな。だってあそこにも多分どっかから入れるはずなんやけど。ああ、これはあれか、取るで読むように。あ、これ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 、ほら、この、なんか手に持っとる、これ。同じマークやろ、これ。あ、ただ。これ、このパイプより上にはいけんのか。なるほど。まあ、ほんだな。一旦もう一回このパイプから伝っていくか。敵の復活早いなぁ。ほい。
うわあ、ここ入れないと。ちょっと待ってよ。ん？あそこ何あれ？おもりじゃないわ、石碑かなんかあるの。ああ、お疲れさん。あ、これ下に繋がったの。ここ入ってブワーッと落ちたら、またやり直しになるの。大変やな。おい。これは？あ、しかもここ上にもはしご隠れとんか。あ、そこにも真実の目あるやん。あれか、なんかあの目を通っていったらやんか。やべ、謎が謎やな。よいしょ。ちょっと。相変わらずこの鍵詰めの仕様が慣れん。はい。これは？はい。真実の目。真実の目はどうにかしたい。目に見えぬ傷は何時のためらいのこと。真実の目で照らせ！照らせか。ちょっと発弾とこの勢い良すぎるんだ。めっちゃ通り抜けるんだ。照らせ。まあちょっと一旦上上がっていくか。もうとにかく上がっていってみるしかわからんもん。じゃあ、はい。俺もなんか石碑、なんかあれなんかな、このほんもりしとるやつがどっか行くんだな、後々。で、あれ？ちょっと待って。あ、ここまでか。一旦。この左からこの上絶対届かんもんな。絶対届かんな。じゃあ、今んところ、あ、でもこの上ギルドショップか。うわ、ギルドショップ行きてー。まあ、しょうがない。行けんもん、行けんもん。じゃあ次、右の方行くか。右結構広いよな。広いっつか、エリアが9つぐらいあるのか。よし、行こう行こう。しかもこっち行ったらなんかめっちゃおった気がする。危なーっち。最強、最強の力を手にする者は知恵を持つ者。もうそんなん文武両道やん。2つの力が釣り合うとき、力は何時なんだ。何時は全てを知る者か。覚悟があるなら上の前進む。心の天秤。どういうこと。あ、やべ、またお金の無駄遣いでしょ。しかもあそこ賢者のマーク書いてあるな。あれあれ、右のお部屋が賢者の部屋か。あ、ちょっと待って。うわあ、そっか、ここそうや、そうや、そうや、この鉄柱みたいなのはしごか。いかんいかんいかん、マジで。ちょっと大丈夫やな、今まで鉄柱なかったよ、さっきの部屋。ひゃー、賢者の部屋には左から入ってくるしかない。塔を登り切ると心臓の前に足場がある。右の足場を動かすには右に飛ぶもの、左の足場を動かすには左に飛ぶものをどうすん。ちょっと待って、あれ首なくね、女神様。あー、やっぱ閉じとんか。なんかあったら解除する方法があるんだ。え、発弾と今10個手に入った。やば。で、もちろん気づいとるよ。なんかその、今、ライドン侍がおるところ、おもりあるでしょ、これ。俺には見えとるぞ。なに、罠だって嫌なの。ああ、そこが開くん。あれ？ここもなんか裏なんかあるのね。ここも、いったは？何ここ、誰もおらんけど。これ何の曲やったっけ。あ、これあれか、無限回廊の BGM か。なんかさ、あの迷いの門にもさ、誰もおらん門あったよな。で、ちょっとそこの賢者入るか。どうせ何も話してくれんと思うけど。でもこれで4賢者のうちあと1賢者だけか。会ってない。こんにちは。相変わらず無口ですね。本当に無口やな。なんか喋ってよ。あれな、全員に会わんとダメとかな。言ってよ、俺。ためらってない。振り返って、おい、ゼレブと久しぶりやん。塔の登り方。わしじゃん。塔の登り方教えとくぞ。上に登るエレベッター、エレベーターつうの？そういうものでもあれば楽じゃの。でも遺跡の中にそんなものの代わりになるものがあるかいな。なかったらジャンプしたり、壁に張り付いたりして、なんとか上まで行くしかないの。まあ多分基本的にはそれ行って、行って、間風だっけ、なんか合わせたけど、あがい、ちょっと待って、なんかあるけど。え、何あれ、あれは乗り物ですか。
なんかでもさ、左にさ、大砲みたいなの書いてない？よしよしよし、あ、やばい、このメガネ君マジでやばい。今のところここの脅威って、あの、このメガネ君あぶね、おーしよしよしよし、お、ここむずいな。オッケーオッケーオッケー、いっとい。結構この三角飛びじゃないけど慣れてきたよ。いっとい、あ、ほらやっぱり絶対そうやと思った。ちょ待って待って待って、背景かと思った、違う方でござる、おまき。ああ、じゃあ背景じゃない、乗れるかと思ったらそうじゃなかった。やべえ、あいつ破壊するぞ。でもどうなの、あれ天罰の身に守られとったらちょっと厄介。ちょっと今でも攻撃当たったら、あれ破壊する破壊してでも取り返しつかんもなんて言えん。ほい、とにかく登ろう。しっ登らしてください、塔に登りたいんです。危ない、あ、ちょっと、よし、うわやべ、ちょっとこれで防げる、よかった。あそこ入れるわけでもないんこの横穴。青幕は結局なんだ、あの乗り物破壊するかどうかちょっとまだ考える。ちょっと待って、あれ一体ちょっと、うわー、いやー、ちゃっ分かった、もう破壊しよう、この変な乗り物。だって赤く光れるもん、壊せれるもん、壊したるわ。さっきのあれかな、右に登りたいやつは右のなんとかを書いとって、な、その右の何をどうするかはもう俺の自由ってこと。破壊してやる。どこまで行くの、あそこ、マジこいつやばい。これやったぜ、あ、そういうことか、なるほどね。あ、今度は左も壊してええんや、よしよし、壊そう、痛い、しかもなんかあの感じやとダメージ蓄積してそう、これオッケー。は、え、なに、え、今破壊されませんでした、私のエレベーター。おっしゃ、怖い、もう下に来た時は貴様の終わりの瞬間や。やべ、ちょっと本当にメガネ小僧やばい。うわぁ、きゃぁ、オッケー、ちょっと待って、もうお金はええわ。ただそれ壊されたってことはどうすりゃええの、乗り続けとったら、あれ上の方で今破壊されたと聞こえた、え、ちょ、めっちゃむずい、ここ上がるん、ちょっとほんまにこいつやばい、ほんまにこいつ嫌い。オッケー、届いた、もう邪魔せん、ん、あ、そういうこと、こいつが来てない隙を狙っていくしかない。うわ、届かん、あれ、これもしかしてギリ届かん設計になってる、またいった、もう絶対落ちんぞ、絶対に落ちてやらん。オッケー、大変やった、あ、聖杯って言うけど、これ登れる、大丈夫、オッケー、おっしゃ、やったぜー。ここは女神の塔、母の願いを叶える場所なり、オッケー、お、これ左もどっかから行ける、とりあえずこの橋を登りましょう、イエーイ。で、左に進めば生命の秘密、右に進めば破壊の力、
どっちも欲しいけどな。生命の秘密もなんか死滅の日かどっかの責任なんか書いてなかった。生命のなんだ、法事やっけ、ん、なんとか言いながら結局破壊の方に来たけど、痛い、ちょいちょいちょい、オッケー、あの天罰の目あるんだ、下手に手出せん。はい、この地を去る者よ、心に留めよ、我らは母の願いを叶えられる、られぬ、何時は母の何度目の子供か、二度目の子供が願う、母の願いを叶える。二度目の子供ってことは大きな体やけ、巨人か、にっていう、これ普通に順番やろ、おそらく、多分やで、ね、盾持っとる、俺も盾持っとるよ、だから、お、なんかある。お金だけか。破壊の力はどこ？ん？破壊の力はどこぞん？これ乗れる？あ、乗れた。いった！まあ、ですよね。一応試しにやろうと思ったら、痛い。この銅像がのかんと俺はそこに入れない。あとここの柱さ、無駄になんか扉っぽくなったらなん、あ、何もなさそうか。一応今いろいろとボタン入力をしてみよう。あれか、別のものを示したりしたら、父のお守りとか、ほら父のお守りスポット竜の骨スポット、おらおら、もしくはようやくこの剣鍵の力の見せ所で、ほらここ気になるよな、下にもなんか変なあれ繋がってるし、まあ、でもまだ今はあれなんだ。でもそうなったらあと行けるとこってこの左と、あとはその下の紫のところな、そこのこと完全に忘れてる。とりあえず行きましょう、行きましょうっつったけど行けるもん行ける大前提だよ、大丈夫、あ、よかったよかったよかった、もう普通に叩いて壊れる分にありがてえ、はい、あぶね、天罰のどこにもおるやん、石碑とかも特になし、あ、あれ入れんね、銅像がおって、あらら、マジか、刀持っとるけど俺も刀持ったね、あ、ちょっと待ってよ、盾は持ってなかった、それとも、わかんね、同じようにポーズを取れば、うん、下側の攻撃でなんか壊れる床がないか見るか、これ以上いったら多分この女神像を傷つけるで痛い目に遭わされる。一生懸命登ったけどダメか、ちょっとここ通してくれません、はあ、うわ入りたかったなあ、この人の頭に重り置くとか置けん、下のなんかこの三角も気になるっちゃ気になるな、いやまあ一発当てても死にゃせんけん、一回ちょっと殴っとく、痛いうわマジか、知恵か、俺にそんなものを求めてどうする
まあとにかく行けたはいけたけどどうしようもないと。あマジか。じゃああとはその隠れとったところか行くか。ちょっと待って、何急に何で現れた、こんな星のカービィみたいな、昔の星のカービィの扉みたいな、びっくりした今。何どうした、どういうこと、何を意味してんのそれ。え、ちょっと待ってください、よいしょ。え、何、なんで急に持ち上がった今一瞬。ああそっか、でも塔の守り方うんうんはなんかあるんかな。え、なんかこんな感じでなんか扉が隠れとることがあるってこと。やべえ、あかんねえ。